横山本です。まあ、急なんですけどね、うん、憧れの人っているやん。あ、憧れの人いるな、うん、私実はロック歌手で好きな人がいんねん。ロック歌手誰、うん、あんた知らんと思うねんけど、うん、カナダで有名な女性ロック歌手やねん。カナダ。ヒントは、うん、ホニャララ・ラビーン。わかる？あ、わかった。シャクレル・ラビーン。アブリル・ラビーンや。シャクレル・ラビーンって誰やねん。そっちか。そっちしかないねん。でも申し訳ないねんけど、うん、さよねより私の方がロックやと思うで。いや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 、あんたそんなはんなりしてよう言えんな。どこがロックやねん。私普段自分のこと横山って言ってるから。矢沢か。自分のこと身を呼びすんの矢沢ぐらいしかおらんで。それだけじゃやっぱまだな、うん、ロックとは言われへんな。私なんて普段革ジャン着てるからな。私なんか寝るとき革ジャン着てるからな。寝にくいわ。寝るとき革ジャン着て寝たらゴワついて寝れへんわ。全然ロックちゃう。よろしく。よろしくちゃうねん。私なんか趣味は大音量でギター弾いて歌うことやからな。私なんか大きめの布団敷いて寝てるからな。何の話やねん。大きめの布団で寝てるの何がロックやねん。おやすみ。寝るな。おやすみちゃうねん。かっこよくないで。だいたいな、生まれた時から私、いや横山はロックやったねん。いやもう私言うてもらってるやん。生まれた時からでどういうこと。産声がもうおぎゃん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 。もうバイクみたいやん。怖い。初めて喋った言葉がフェス。めっちゃロックやん。いや普通ママとかじゃない。フェス。フェス。めっちゃロックやな。もう一回やってみて。もう一回。私はいいねんけど横山がなんて言うかな。矢沢やん完全。めっちゃロックやん。ゆいはんやっぱロックなんやな。そうやで。だからロックやって言ってるやろ。好きな歌手誰よ。シャクレル・ラビーン。もうええわ。ありがとうございました。